対戦相手の方が見つかりました。パーティーを少し変更しましたね。で、いつもパーティーを変更するとアーゴ4が重たくなるんですが、今回運がいいことにアーゴ4がいないので、まあ今は結構数減ってますからね、そこはあんまり気にしなくてよくて、ただボルトの存在が少し気になるな。サンダーレヒで何かって選出でいいと思うんですが、ナットレイはな、リザード無理しあんま出したくねえ。ただナットを出さないとミミッキュー、まあ、ミミッキューは正確サンダーで削りに行くってのもありですね。ルカリオに対しても弱くないし、ボルトを起点にリュウマイとかもできるんで、サンダーレヒレリザードンでいいはず。まあこれいってみますかね。はい、では対戦よろしくお願いします。さてさてさて、一応初手はボルト月光あたりを警戒してのサンダーですね。月光か、これなボルトに引かれるのが最悪なんですよね。でもボルチェンを、まあ、普通に突っ張ってくる可能性の方が高いと思ってるんで、ここボルチェン、ボルチェン押してボルトが来たら、あのこっちへ10、あのリザードのメガ進化前なんで10万抜群、まあ、10万とか電気技抜群で、ヒレも抜群なんで、どっちかをほぼ防ぎに投げなきゃいけないんですけど、 OK 取るんだったらいいや。助けってことは激流ですかね。まあ、色違いはちょっと激流感あるしな。で、ここがレヒレ。一応これでそれなりに有利っちゃ有利のはず。まあ、激流がまだ分かんないけど。まあ、厳しい。出たー！これまた僕が怒られるやつじゃん。もう一回巻いていくかな、まあ、厳しい。まあ、いいや、ムーンフォースで。これまた知らずに僕が怒られるやつですね。あれ、ここが殴ってくんの。でもさ、熱湯するやつはまあ厳しが良かったんじゃないかって思うけど、どうなんだろうか。まあいいや。ムーフォース。いやでも、まあ厳しは相当にうぜえ。どうしたもんかな。まあでも、こんだけの、まあ厳しまかれた、ほぼまかれただけで栄光が勝利できたか、そこはいいか、ミミッケー。フォースですね。研磨してくる場合が増、まあ、してくるよな。まあ、ラストがなんであれリザーサンダーの並びであればそんなにガンフリーは取らないと思うけど、ミッキーもう一研磨をしてくる可能性は、まあ、ゼロではないけど、こっち側のジェットを考えてやりづらいでしょう。ここはカーディアンでアローラで、これ Z ぶっぱかな。 Z 打ってこなかったら結構ありがたいけど、まあさすがに打っていきますね。ゴーストっぽいかな俺は。はい、最速リザードのミミキュに S で負けてることはないですね。あれミミキュってさ、耐久がっつり振ってんのかな今。まあいいや、何しろ五感も削り優先。ラストはほぼルカリを一定に。あ、そっか、ステロと違ってまきびしだからリザード飛んでるから入んねえのか。だったら竜魔をしてしまう。いやーでも剣前つまれてるし、普通に殴るか。フレアドライブで。はい、僕今メガ進化ボタン押しましたよね。やべえ、そんな初歩的なミスはやらかしてないと思うけど、なんかすごい不安になってきた今。まあいいや、ここはフレアドライブ。ラストがあのカバの場合だけちょっと怪しいんですよね。あ、オッケー、突っ張ってくるって多分ルカリオだと思うんですよ。だから最後にサンダーで熱風で締めればいいんで、リザードはもうほぼ切り気味みたいな感じで去っていいはず。まあ、読みが外れてる可能性ももちろんあるんですが、まあ、ここはさすがに鍵打ちを打ってもいいですね、EMI を考えると。オッケー、ワンパンした、強いな。これがメガリザードン X のスーパーパワーよ。で、ボルトだったらリザードがそんなに不利取らないはずなんで、 Z も切ってるし、相手ルカリオ OKOK、 これであればサンダーの熱風で締められるからだいぶ有利じゃだいぶ有利のはず。で、
ここはフレアドライブで、で相手があの物理型の場合はインファイトを押すと思うので、まあ、自信があれば自信をしてくるかもしれないけど、耐久も下がるし、まあ負けることはないだろう。自信、いやインファをしてきたら10万で攻めるのもありかな。あ、消え玉の方か、当たらない。いやこれ当たってても熱風外し以外分かってるんでね、許してくれ対戦相手の方許してくれ。これはスカーフサンダーだったの分かったろ。はい、対戦ありがとうございました。今使ってるこのパーティー、まあ、いつもと結構同じような並びに見えるかもしれないんですが、まあ、自分の中では結構初心に戻った感じですね。まあ、だいぶ昔の話だけど、まあ、僕があの6歳の頃に一番高いレートを更新した時に使ったパーティーが、まあ、これと似たパーティーだったんで、まあ、その時はあのエイフィーとかいう猫ポケモンがいたんですけど、まあ、それ以外は結構似たような並びだったので、まあ、それを考えて初心に戻る意味でもこのパーティーを取ってきた。まあ、初心に戻ろうとは言ってもレヒエとかいるんですけどねまあくまで、ね、そういう考えもあるよ程度の話ですね。で相手のパーティーにサンダーが歯に刺さってるんで、サンダーは出していきたい。サンダーアリサ何かだな。サンダーアリサ来て結局さっきボルトが来なくて助かったけど、来たら結構きつかったんですよね。ただ悪くない選手だな、サンダーアリサ歴では。ランドはいやー、月光画を考えると、まあ、レヒレでいいか。はい、はい、では対戦よろしくお願いします。さてさてさて、で初手はボルトが少し嫌なぐらいですね。あとはまた月光画から入ってきてボルトに引くみたいなパターンが少し嫌。ドランから来たか、それはいいぞ。ただ風船ドランの可能性がゼロじゃない。あー、なるほどね。ここメザパにしますか。これさ、ボルトバックだと思うんですよね。あのここ電気技でだよな。オッケー、電気技であのボルチェンとかでね、風船壊しながら交換するのが一番嫌だったと思うので、でここでメザパで、もうここまで来てしまえば相手は今さらドラナと投げしたところで風船割れてしまうのでリザードの地震で倒せるんですよ。でドランボルトって並びに対してリザードが刺さりまくっている。問題ない。はい、ヒールドラン、それはいいぞ。でここステロの可能性濃厚なんでリザード直で投げます。もちろんそれ以外の技が飛んでくる可能性もありますが、まあ原子の力とかが飛んでこない限りはとりあえずいて、ここはリザードにスパック。これは完璧な動きですね。ボルトを削りつつドランの風船も終わったんで、オッケー。まあ、ここ竜舞をしたいところですが、ドランがホイールをしてくる可能性もあるので地震でさっさと殺しに行きましょう。ラストがボーマンダーあればもうサンダーでだいぶ有利取れるからな。で竜舞考えるとここでのマンダバックは結構怖いはず。まあ風船ステロドランでホイールを警戒しないわけがないんで、そこまで考えちゃったらボマンド投げてくるかもしれないけど、あー引いてくるか。ボルト切りってのもありえんのかな。あーボルトか、オッケー、それはいいんだよね。それはここでリュウマイが詰めるからいいんですよ。まあ、これはもしあれかな、いやなんだろう、わかんないけど、でもここボルトに引くぐらいだったら多分ホイールとか押した方が良かったんじゃないかって気がするけど、それがなんかもう何かで削ろうと思ってんのかな。リュウマイで、まあこのターンワンパンは絶対されないんで、 Z 食らおうがなんだろうが、スカーフの場合2回投げられちゃうけど2回で落とされる技はないはず。ヘドロ爆弾の毒とか、まあ、ヘドロウェーブの毒とか最近 D ダウンとかそういうのはありますけど、単純に2回投げられただけで落ちるって技はないはずですね。あ、気合玉だけあるかも。スカーフ気合玉だけ2回落とされるかもしれませんね。まあ、ここでスカーフボールとかも分かった。あ、Z か、OK、Z はいいぞ。気合玉か、あ、電気か、OK、ただこれも結構痛いですね。これもだいぶ入っちゃいますが、ただハンドで落ちるほどではない。でドラゴンダンス、これでまあまあ辛くなったろ。とは言っても漫談に引かれたらまた白ゲームが始まっちゃうんですが、フレアドライブで、まあこのターンは多分ボルト切ってくると思うんだけど、その次に白ゲームが始まるっちゃ始まる。
マンダラ威嚇だけ入れて激輪読みドランとかで、そこで、まあ、僕がそのドランバックを読んで龍舞する読みの突っ張とか、まあ、いろいろ考えられるんですが、何にしても相手の残りが、まあ、まだマンダ確定したわけじゃないけどマンダとドランだけになったんであればレシリがまあまあ有利なんで、そんなに不利は取らないはずで、ボールドロスを豪華滅却で焼き殺しての、ミミロップの場合は猫騙ししてなんやかんやって感じになるかな。ただミミロップだったらまあほぼほぼ勝ちですね、デヒレで。あ、月光か、月光かか、意外っちゃ意外だけど、また激凛でいいな、タスキなのか、スカーフ月光がの可能性。まあでもそれの場合は別にそんな困んない、ちょ困んない、激凛にしとくか。ドランバックはしてこないでしょう、削れるだけ削っとこう、最悪ワンパンできるかもしれないし。あー、タスキでしたね。レッドビーム、はい、で変幻自在でタスキなんで一応ダストの可能性もあるし、ここはサンダーから入ってボルチェンで、まあ、ステロが入っちゃうけどボルチェンで交換でいいはずで、ドラン投げてきたら相手も月光が後投げできないんで、このゲームはもらったろ。初手のメザ氷がかなり生きた形なような気がしますね。で、ここはボルトチェンジで引いてきた。そう、ここで引かれるのは別にいいんですよ、相手後さ後投げできないんだから。で、このドラムもあの回復はできないんでね。で、ボルトチェンジ全部のポケモンが活躍してんな。初心に帰ってこれは正解説がありますね。ハッサムは昨日までのお友達ということでね、これからリザードンやナットレ、ナットレはちげえな、リザードンと共に生きていきます。もともと僕の一番最初に使って一番結果を残したメガ進化ポケモンはハッサムじゃなくてリザードンですからね、まあ、安定して結果を残したっていう意味ではハッサムかもしれないけど、はい、対戦ありがとうございました。